こんにちは、えっちゃんです。はい、ということでついに3月1日ということで、えっちゃん、えつこチャンネル、略してえっチャンネルは今日から始まったわけなんですけれど、早速今回は皆さんに私の過去の写真を見せちゃいたいと思います。ちなみにこの子はとんかつって言います。早速なんだけどね、まあ早速なんだけど、私はね豚が大好きなんですよ。まあ実際ね、これには理由がいろいろあります。とんかつ屋で働いてたこと、そして私昔めっちゃ太ってたっていうね、まあそれを今回は見せちゃいます。私の個人チャンネルではかなり私の素な感じとか、今まで見せてこなかったところとかもがっつり見せていくので、ちょっと見てもらいたいなと思います。まあね、まずは赤ちゃん生まれたてほやほやから見ていきましょう。こちら、はい、本当にね生まれたてほやほや、もう若干ねおでこもうはげてますけど、なんかこの時はお猿さんのような感じでした。まあ、ここはねあのボンボン TV のメインのチャンネルでも見せてたんでいいと思います。次、こちら、はい、年子の姉がいるんですけれど、姉と二人で布団で寝てる姿なんですけれど、見てわかる通りもじゃもじゃ、かなりのテンパなんですよ私。もうね見たらわかると思うんですけど、あのワカメ、あれですよ、パリブラのミノさんみたいな感じになりますからね、ほっとくと。なので今は矯正かけてます。で、幼稚園上がる前があり、幼稚園上がって卒園式の写真、卒業アルバムはこちら。はい、卒園式の写真でちょっと画質悪いんですけれど、これがお菓子とかアイスを食べすぎて毎日食べてたんですよ。でもまだ許される範囲、若干ね顔がねほっぺとかまぶたの上とか顎の下とかが肉つき始めてます。まだ可愛い方かなね、テンパだけど。次、小学校、こっからは本当に本当にね衝撃映像なので、ちょっとねあのみんな深呼吸して、見ても応援するよ、大好きだよ、すごい変わったんだねって思ってくれた人だけ見て、はい、いきます。こちら、ボール、自分でもびっくりするぐらいボール、凹凸がない。でしかも天然パーマの毛質が悪くなってて、チリチリ目になって、しかも髪の毛も伸ばしてるっていうね。何よりさ、この眉毛がねこう実は私アーチ型ですごくて、さらに今ねこれアイテープしてるんですけど、アイテープ取ると奥二重なんですよ。腫れぼったい眉まぶたっぽく見えたり、なんかまつ毛が埋まっちゃったりするんですよ。でもうこの目つきの悪さと、はちきれんばかりのボールな感じのフェイス、もうねここでやばいなと、運動しないとって思って中学校入りました。剣道部に入り、こちら、輪郭とかはだいぶもう今と同じですよね。矯正かけたてでね、もうピターっとした前髪にはなってますけど、私今すっぴんになったらほぼメガネ同じにしたらこれですから。まあそれにしてもメガネのセンスがね、こういう時もありましたって感じですね。で次、高校入ったらこちら、まあもうほぼほぼ今の私ですよ。ただね、化粧がめちゃくちゃ濃い。この時は私は、ポップティーンとか、ビッグとか、ランズキとか呼んでて、ギャルに憧れきってました。こんな格好してましたけど、美術部と写真部やってて、もう日々絵の勉強を毎日してました。で、大学がこちら、もうほぼほぼ私ですよ、今の。髪の毛がピンク色だな、みたいな、それぐらいですね。で、今が、徐々には、こう、落ち着いていきましたね。一番痩せてたのはやっぱり高校生のギャルに憧れてた時、あの時は40キロぐらいまで落としてました。その中学から高校入って恋をして恋をしてめちゃくちゃ努力して体重落としたんですよ。まあ小中高大とこうやって並べてみると、やっぱり努力って大事だなって思いますね。私小学校の体型のまま育ってたら今こうやって YouTube とかもできなかったと思うし、なんかみんなにはぜひちょっとね今ちょっと太ってるなーとかいう、気づいた時にはもうね早く運動して、青春時代10代は痩せて美容に気使って楽しんでください。まあ私もね今ダイエット企画始めますんで、頑張って一緒に痩せましょう。金土、明日、明後日は、なんと、2本動画を出したいと思っています。明日、明後日だけかもしれないんですけど、それ以降は毎日1本かもしれませんが、明日は18時と19時、チェックしてください。今後もね、2本出すときは18時、19時になりますので、まあ、Twitter とかでも告知しますが、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは、またねー。